で、山本さんがその時言われたのが、まあ、自分が小さいから言われてないけど小さいやつ好きなんだよって言われて、うん、まあ、世話はしょうがないわね、だから向こうをでかくしないとなみたいな気合いに言ってたら、高田さんがいろいろアドバイスしてる、うん、じゃあね、体でかくするんだ、うん、まずね、バナナ。リッキー・フジ、ロックンロールチャンネル、ウォー。プロレスラーを目指して、うん、新日本に入門するまでの過程をお聞きしてみたいですと。過程、はい、そうですね、だからもう本当プロレスはね、当時あの中学高校の頃っていうのはもう本当に好きでは見てたんだけど、はい、当時ってね、やっぱりもうこんな大男がやるものだとして、はい、プロレスはもう見るもんだと思ってたわけですよ、はい、うん、当時ね、蔵前国技館、はい、あの両国の前身のね、はい、蔵前国技館にあの新日本プロレスを見に行って、でその日がタイガーマスクの初代タイガーマスクのデビュー戦の日だったの、うん、でこう見てたらタイガーマスクがすごい動きして、はい、わあタイガーマスクすげえなーと思って、はい、うん、で見てて、で終わった後に外でね、はい、タイガーマスク出てくるの、これマスターの、うん、はい、タイガーマスク出てこないな、はい、でタイガーマスク出てきて、うん、でタイガーマスク、わータイガーマスクだーってバーしてて、で近くに、はい、もうほんとこのぐらいの距離を、はい、寄ったら、はい、俺と背があんま変わんないのよ、うん、あれこのぐらいのサイズでもプロレスラーになれるのかなと思って、はい、そっからもう夢が広がって、はい、うん、それがもう高校多分2年終わりぐらいかな、はい、うん、もう決意して、はい、でそれからはもうもう家帰って、はい、スクワット1000回とあとプッシュアップ500回、こういうライオンプッシュアップってね、はい、こういうねプッシュアップを500回を毎日日課として、はい、もう本当にねこれ卒業するまで1日も休まずに、すごいですね、毎日続けましたね、うん、だ当時の実家のだからその自分の部屋のそのねカーペットは、はい、そこはもう本当に足の場所がこう擦り切れてる感じになってて、うん、でそれでその後にね履歴書を新日本プロレスに送るんだけど、はい、やっぱり梨のつぶてて、はい、うん、でもうそうこうしてるうちにも高校卒業して、だから当時ね、はい、進路が決まってなかったのクラスで俺だけだったじゃないかな、ほう、うん、みんなほらね就職するやら、はい、大学行くやらだったんだけど、はい、うん、で卒業式にうちのおふくろが、はい、担任の先生に呼ばれて、はい、うん、で何言ったのかなと思って後で聞いたら、結局、まあ、本人プロレスラーになりたいと言ってるんで、はい、応援してあげてくださいと担任の先生がおふくろに言ってくれたらしくて、はい、うん、でそれでなんとかね認められるような形で、うん、で卒業してからそれこそ新日本プロレス道場のある世田谷にアパート借りて、はい、うん、でチャンスを伺ってたんで、はい、うん、でもうバイトしながら、である日道場に、はい、見学に行ったらちょうど一人で山本小鉄さんが、うんうん、トレーニングされてて、はい、うん、で山本さんが「ああこれチャンスだ」と思って山本さんに「プロレスラーになりたいんです」っつって話して、うん、そしたら山本さんはもう「そっか」じゃあちょっと見てやるからして、はい、で見てくれて、で登場上げてくれて、じゃあちょっとスクワットして何千回やらされるのかなと思って、はい、1、2ってこうやって20回くらいやったら、あ、もういいよ、えじゃあ次は何々みたいな感じで、はい、もう次から次へともういろんな、はい、うん、このなんか俺が手叩いたらこうやって構えろとか、はい、いろんななんかこう項目をやられて、こう、うん、やって、でその中で最終的に終わったら山本さんが、はい、うん、そっか、まあ世話なしょうがないわ、うん、だから横をでかくしないとなみたいな感じで、うん、で山本さんがその時言われたのが、はい、俺自分が小さいから言うわけじゃないけど小さいやつ好きなんだよって言われて、うん、でとりあえずだからすぐ入寮ってわけにはいかないけど、はい、とりあえず近くに住んでんだったら、はい、道場貸してやるから、うん、道場貸してやるからバイト終わったら夕方でもトレーニング来いと、はい、道場のやつにちゃんと言っとくからさ、はい、うん、でもう半信半疑で、はい、で次の日に道場行って、いやもうそこから紹介されてこういうものですけど、あ聞いてる聞いてるみたいな、どう使ってっつって、うん、一つリングにだけは上がらないでくださいって言われて、うん、でそこら辺にある器具を使って、はい、もう自己流のトレーニングをして終わったら道場挨拶してありがとうございましたっつって寝帰る日々が続いて、はい、うん、でちょうどねその頃よ、はい、うん、高田さんがまだ
高田信彦さんがあのまだ新日本にいらっしゃってる時で、高田さんがちょうどあの俺が夕方練習行く時間にやっぱ自主練でちょうど高田さんがちょっとキックをやり始めてる頃で、はい、うん、でもサンドバッグをいつも蹴ってて、で高田さんとあの何度か会う機会がいろいろあって、うん、で高田さんとしてはなんかね、なんか知らないやつがいるなと思って変だと思ったんじゃない、はい、うん、である日高田さんから話しかけてくれて、はい、うん、もう僕はあの実はあのプロレスラーになりたくて、はい、であの今こうやってあの道場貸していただいてあのトレーニングしてますっていう話をしたら、はい、高田さんがいろいろアドバイスしてくれて、お、うん、うん、じゃあね、体でかくするの、うん、まずね、バナナ、うん、バナナ食べて、うん、バナナ、あの食事の後ね、食事の後食事の後にあのバナナ3本あとチーズ、チーズね、チーズ、ロッピーチーズって分かる、あれロッピーチーズね、あれ3つで、あと500ミリの牛乳、うん、牛乳にプロテイン、プロテイン入れて、うん、それ飲んで、それ食事終わった後にそれ食べて、ほんと体でかになるから、設定アドバイスされて。似てる。似てる。で、それをのアドバイスを聞いて、もう本当に忠実に腹いっぱい飯を食った後に、それをデザートとして食べたのよ。はい。バナナさんもロッピーチーズ3つ、はい、500ミリの牛乳にプロテイン入れて、ね、飲んで、はい、トレーニングしながら、1ヶ月で体重が10キロちょっとぐらい増えて。すごいですね。うん、で、そうこうしてるうちにある日、あの住んでるアパートに電話なんかないから、はい、あの大家さんっていうか、はい、あの下にいる人にあの呼び出しと、今知らないのか、呼び出しって知らない？わかんないですね。あの例えばあの電話ない人が、はい、その大家さんのとこに、はい、家主の人のとこに電話かけて、はい、この部屋に呼び出してもらう。大家さんが呼びに来る。そうそうそう、うん、そういう時代があったのよ。はいはいはい、うん、ある日ね、バイト終わって帰ったら、はい、あのその大家さんの人が、はい、あの新日本プロレスの方からお電話ありましたって、あ、そうですか。でそれでかけ直してみたら、はい、じゃ あの入寮を認められて、うん、じゃあいつから入ってくださいみたいな感じで言われて、うん、すごいですね。そうで、それで本当の飛び込みで行って、うん、飛び込み、うん、だ今だったらあの多分ほらあの第何期第何期みたいな感じで、はいはい、入門テストみたいな感じで、ね、全員でこうやるようなあれだけど、はい、俺は完全にもう押しかけだからね。だから時代言っちゃ時代だからね。そういうのが通じた、ね、時代だからね。うん、でもあの山本小鉄さんがその背が小さいからじゃないけどって言ってくれたのもなんかちょっと嬉しいというかね。うん、ああ、そうそうそう。で、さて思い出したけど。なんですか、なんですか。で、ちょっとまあちょっと先の話になっちゃったけど。はい、でちょっとしばらくして、はい、俺が入って、でしばらくして数ヶ月した時に、はい、あの猪木さんが山本さんに言ったらしいのよ、はい、また小さいの入れやがってお前はっていう話を誰かから聞いたことあるんで、またお前は小さいの入れやがって言われたらしいんだよ。山本さん本当すいません。じゃあ本当に山本さん、うん、ありがたいですね。山本さん様々だもん、うん、本当にもう本当にもう、うん、あれですよね、山本さんの命もリッキーさん何度か救ってます。そうそうそう、それはね、はい、山本小鉄さんは餅つき大会とかあってでその時にもうかなり酔っ払うのよ。で酔っ払ってそのままあのお風呂に入られちゃうんで、ある先輩があのなんかちょっと山本さん遅いなって、ちょっと見てこいって言われて、それ湯船で山本さんがここまでこう使ってもう寝ちゃってんのこれ失礼しちゃって、やべえと思って寝こして後ろから抱えて、山本さん山本さんってガーって引き上げて、山本さん山本さんって、山本さんうんうんうんほんで大きい大きいよっていうね。でそれで一回助けて、である日もまた、はい、なんかで、ね、トレーニング終わりかなんかで、ね、はい、やっぱりしこたまお酒飲まれて、はい、うん、でまたそのままシャワー入っちゃって、やっぱりまだ遅いんで、あ、またある先輩にちょっと行ってこいって言われて、わかりましたって。で行ったらこと、開けようとしたらこと、シャーってこうシャワーの音が、はい、うん、シャワーの音だけ聞こえるから、あ、シャワー浴びられてるのかなと思って話して、でこうやってそーっとこうやってドア開けてみたら、シャワー浴びながらこう壁に出てそのまま寝てるの。してこれでシャワー浴びて。でその時も後ろから山本さん山本さん山本さんなんか目線で、うん、うん、大丈夫です山本さん、うん、うん、うん、みたいな感じで、山本さんを二度助けたことがあるっていうね。
あともう一個あって何何何あの山本さんやっぱ普通にねお酒飲まないでもあのお風呂入られる時あるから普通にね風呂場風呂入って、はい、スキンヘッドだったんで、はい、こう自分でこう頭揃われてるわけ、うんはい、でなんか手元がぐったのかしらないけど毎回出てくるたんびにあのスキンヘッドの頭が血だらけになって出てきてで出てお風呂から出てくるたびに俺もちょっとこれ塗ってくれ塗ってくれってあのメンソレータム的ななんかあれを塗ってくれこう切れてんだろここって、ね、はいちょっとお待ちくださいって言って塗ってこうしてこっちも切れてるこっちもこれも切れてるこれがでそこでそのためにあこれですねあいつ痛いからこうして薬塗ってうんそれは何度もありますね山本小鉄さんはその時から鬼軍曹、うん、鬼軍曹まあ俺の場合はだからそれこそ新日本プロレスのね練習生の頃に、はい、もうだってあのノルマが丼飯で3杯とあとちゃんこ3杯がノルマだったんでであのテーブルの横に山本小鉄さんが市内持ってこう立ってるわけですよ、はい、で飯食ってこうして、はい、でもうダメですもう食べれませんって、はい、そして山本さんがこうやって市内持ちだからどう口開けてみろってこうやって、はい、あーって口開けた飯がまだ見えてねえなまだ入るっす食えっす喉まで見えるそうだからね今ようやく最近用だから、はい、あの食事が楽しいっていうことなんだそれまでやっぱり食事っていうのは俺にとって苦痛でしかなかったからトレーニングなんだうんそうそう食べるのも、うん、はい今回の動画いかがだったでしょうかこの動画に対するご意見ご感想質問などがございましたら全て目を通しておりますのでじゃん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 コメントお待ちしております、最後によろしければチャンネル登録もよろしくお願いします